アスカ県は埼玉県出身、埼玉市在住の絵本作家、コリスのトトシリーズで知られる。アニメーション会社にアニメーターとして入社。独立後、繊細な線を色鉛筆で表現するメルヘン画を描き、絵本、コリスのトトシリーズで人気となる。北沢楽天県証会委員、国際漫画フェスティバル審査委員。1990年、 旧大宮市の市政志向50周年を記念して、郷土を代表する作家の作品として、コリスのトトちゃんが市政志向50周年記念キャラクターに起用され、その後は市のキャラクターとして使用された。それにちなんで、トトちゃんの銅像が大宮駅東口に建っている。また、市民の森、ミヌマグリーンセンターには、島リスの飼育施設、リスの家があり、ここにもトトちゃんの銅像がある。 A.B. メルヘンがあの会埼玉市文化振興事業団。A.B. アスカ県プロフィール浮世絵皿プロジェクト。大宮東口見守り25年コリスのトトちゃん。埼玉新聞。リスの家コリスのトトちゃん公演栄光。埼玉県と周辺の公演ガイド。2018年5月27日。閲覧。ありがとうございます。